沖縄の空の下、元気な姿を見せたコンサドーレの選手たち。新戦力も加わり、本格始動です。就任6年目を迎えるペトロビッチ監督は、今キャンプのテーマに走るを掲げました。シーズンを通して安定的に戦うため、総力をつけ上位を狙います。キャンプの立ち上げっていうのは、フィジカル的なことが入ってきますし、まあ、いい強度でトレーニングすることができました。まあ、もうミシャさん来て長いですから、本当に結果を出していかないといけないシーズンだと思いますし、明確に、まあ、常に上位で戦いながら、安定した戦いをしながら、タイトルを目指してやるシーズンにしたいなと思います。